好きなことやってても辛いこともあるし嫌いなこともあるんだけどもその中でどうせだったら自分のやりたいことをやってみようって僕は思ったんですね Hey guys 今日もクリスの部屋を見てくれてありがとう今日はねちょっとチャリ乗っててなんか仲間と会うのよあ、ここかなんだここは なんもないじゃないっていう感じなんですけどあいたぞ じゃ、きた。たヘイクリス。ヘイヨウヘイ。オキュー馬。あ、うん、ごめん。あのね、僕の友達のヨウヘイです。ヨヘイです。<laughs> キャラメルです。キャラメル。可愛いでしょ。かわいい。コンビニ行きたいんだけど。よかったら一緒に行く、今。馬と一緒に行っても大丈夫。 あー全然大丈夫だよ。いいね。一緒に行こうか。一緒に行こうぜ。俺がチャリ乗るから、うん、クリスは馬に乗ってって。いいの？いいよ。<Yeah. S 2> よいしょ。オッケー。足で繋う。<Okay. S 1> <Wow. S 2>

Right, we're back. Thank you. いや、ヨヘ、素晴らしかったよ。ありがとう。うん、すっごい面白かった。若い人でう,うまかってる人ってなかなか出会えないし、うん、絶賛友達募集中です。誰かやってくれないかな、一緒にやりたい人いたら。<laughs> ちょっと、今、ね、<laughs> サイト下にど <laughs> こ、乗馬コーディネーターっていうね、うん、ことなんだけど、もう本当にインストラクターから始めたなんだけど、乗馬のシーンを手伝ったりとか、本当に役者さんの。 あの乗馬のインストラクターをやったりとか、もう本当に遊園地とかデパートに行って、子供たちの思い出のためにキャラメルちゃんを連れてって。いろんな人の思い出を作ったりとかしてるんだけど、彼はすごい面白い人なんですよ。なぜかというと、好きなことで。生きていくっていうことを。マジリアルにやっているのね。最初は本当に。うん、本当に純粋に競馬の機種になりたかった。 最初は競馬の騎手に憧れてずっと競馬が好きで、うん、テレビでいつかこの緑のターフを馬と走りたいなみたいな感じで思ってたんだけどやっぱり身長が伸びちゃって、うん、ああ騎手になれないやって一回諦めたんだよねそこでうん、うん。だけどもやっぱり馬の仕事がしたいなと思って飛び込んだのが近くの乗馬クラブだった。 したらそこに行ったら本当になんて楽しい仕事なんだろうと思っては自分がやりたかった仕事ってこれだって実際にこういう生き方をしていてどう感じているのかな、うん、やっぱりその人それぞれタイプがあるとは思う、うんうん、で自分の場合はたまたま このスタイルが自然だったんですよ、ね、うん、うんうん、なので、うん、自分のスタイルっていうのはどうなのかなって、うん、真剣に考えた時にやっぱりあのタイプとして、うん、自分の生き方っていうのはこうなんじゃないかなと、うん、やっぱり合ってるととところに行かかなないいいううまくいかないと思うのね、うん、自分の,そのスタイルっていうのを確率するにやっぱりいろいろと試行錯誤して、うん、で今ようやく20代の経験を得て。 ちょっとずつ自分のやり方ってこうなんじゃないかなとか、うんうん、でちょっとやってみようかな怖いけど一歩勇気を出して踏み込んでみて、うん、自分で、うん、やってみたらどうなるのかな、うんうん、っていうことを思った時によしじゃあやってみようっていや今ね彼が言ったそのやってみようかなっていうのがすごい大切だと思うの。本、ま、本、あ、本当に日日海外より日本の方がこうなってるんだけどこれ ツか丸しかかなないんんだよねなんか特に学校で学んでると宿題とかやってるけど正しいか×なのかっていうでそれ×だったら駄目だよっていうことなんだけど実際の人生って罰と丸の真んん中にも色々あるんだよねん、はいうん、だからちょっとやってみていいんじゃないかっていうあでもこれ×になるよって思ってたら動けないんだけど、うん、やってみたらなんと丸×じゃなくて 四角とかトライアングルとかスターの絵とかいろんなあこんなのあるんだみたいなのが出てくるよねあこういう形もありなんだなとかそう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 いうそういうそうそなそう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 の自分うそ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 うやってうそうそううそううそうそう 知らない、こういうのやらないといけないよってみんなから言われてるけど。うん、やっぱり俺はちょっとそれ違うんじゃないかって。うんうん、自分のスタイルっていうかね。うん、それを見つけることが大切だよね。うん、うん、そうだと思いますね。やっぱり。クリスさんも。別に。周りと一緒に全部合わそうって考えてないですよね。うん。うん。うん。僕も。そういう感じなんですよね。うん、うん。そう、ね。うん。やっぱり。 みみんんんなななな違っってていいいじゃかうん、うん、なのでみんながこうだからこうしなきゃいけないっていうことはないかなっていうのはそうだよね、うん、それはなんか自分で何が正しいかっていうのを選ばないといけないし、うん、自分はこういう人間なんだってであと仕事とかになると、うん、得意なこと絶対やってないとね。自分が苦手なことは正直 無理にやらななくててていいいんじゃないかって思っ思る、うんうん、自分の得意なことをやって苦手なところは得意な人に触れる仕組みというか、うん、振ってあげるそ,、ね、そしてお互い持ちつ持たれつでコンビネーションを高めていく、うんうん、っていうのが一番やりやすいと思いますね。ねうん、本当にそれ なんかやっぱりみんなちょっと頑張っちゃって全部自分でうまくやらないといけないって、うん、あれもこれもそれもこれもっていうと全部自分でそうやっぱその得意なことができる人同士で集まるとまた面白いことってどんどん生まれてきますよね,、うん、ねそうそうん、で展開のスピードが速くなるんだよね早い本当に自分だったらこれは半年ぐらいかかるんじゃないかなと思うことも得意な人っていうのは本当にものの2時間3時間で終わらせちゃったりとか、ね、そうすると アイディアが来るからもっと経営的っていうかリーダーシップ的っていうか、はい、みんなと一緒に「えこれはどう?」みたいな感じで、うん、みんなと一緒に楽しいことをやっていけるっていうそうなんですそれをなんかたまたまずっと僕も続けてたら、うん、そういう人が周りに集まり始めてきてた、うん、だからやっぱ世界が少しずつ変わっていったなっていう何がきっかけでその考え方が変わってきたのもっと人に頼っていいっていうやっぱり自分から 人に分かってもらえるように無理にかっこつけたりとか、うん、無理にプライドを高く持ったりとかしないで自分からやっぱり人に歩み寄ろうかなって、うん、思ったところが出発点でしたね、うん、やっぱり20代の頃を振り返るとどこかこう、えー、プライドが高かったりとかあとは自分本位な考え方をしたりとか。うん そういうのがやっぱりあったかなと思いますいい話だねだからやっぱりその自分最初は自分のスタイルっていうのを見つけていかないといけない、はい、その勇気だよね、うん、そうすると好きなこととかそういうのが見えてきてまあ仕事につながるスキル好きなこととかが、ね、見えてくるんやな <laughs> Hey buddy You good girl <laughs> でその次の ステップ上がっていくとそのチームメンバーっていうかそういうね人に頼るっていうかねなんかこう続けていったら自分のスタイルってこうかなって分かって、うん、怖いんだけどやってみようってやってみて踏み込んだらいや俺も怖いんだけどやってみたんだよっていう人が結構出てくるんですよねわ、うんね、かるわかるみたいなやっぱみんなに俺も反対されてとか。うん やっぱり親もそれはやっちゃだめだよとか友人もそういうことをやったらあのいけないんだよとか仕事っていうのはこういうものなんだよっていうふうに言われてたんだけどその中で自分を信じて続けてきた人っていうのがだんだん自分もやってきたらそういう人に会う機会が多くなってだからあ意外と同じ考えの仲間っているんだなって。好きなことを 一緒にやってく仲間がそばにいるとやっぱお互い協力できるし相談もできるし、うん、一人で抱え込まなくて、うん、よくなってくる、うん、やっぱそういう関係性だったり仲間が出てきたっていうのがすごくやっぱり強みになりましたね今ライフスタイル的にはどういう感じずっと1年間ずっと日本にいるのそうですね今は、うんえ 冬場は結構僕寒いのが苦手で、うん、ちょっと冬の間は馬を、えー、とプロの人に預けて23か月間ぐらいちょっと海外旅行したりとか、うん、普段では会えない人に会ったりとか、うん、そういう時間を1年間の中で23か月ぐらいは設けたいなと思って、うん、えと今年は1月から えー、3月ぐらいまでは馬をプロの人に預けてその間はあのアメリカに行ったりとかうん、うん、中国に行ったりとか、えー、海外を見てやっぱそれで帰ってくると日本ってすごい国だなっていうのはいつも感じますね。いい国だよね、うん、本当にあの何もかも恵まれてるというか。うんうん すごくまたその日本という国が好きになって、うんはい、帰だからまあ本当にね、まあ、いろんなビジネスやる好きなことを生きていく好きなことで生きていくっていうとやっぱりそのメンタル、うんね、やりたいことが分かっててもこの。 マルバツ考え人生を生きてる限り一歩が取れないわけよ。なぜかというと罰になるとアウトだから、ね、でリアルな話これロジカル的に考えると一回やりたいことやってみようってなってそれでうまくいくやついるかって言ったらいないんだよ。ね、もしそれが本当だったら全員うまくいってるって。でうまくいってる人たちは何をしたかっていうとね 続けてるんだよねそうですねでさっき言ってたようなあっ丸ツじゃなくて四角もあるし三角もあるし 3D になってるし、うん、いろんな世界があるんだって気づくことができるんだけどねえ陽平がそこのまで気づくまで最初からこういうメンタルは持ってなかったと思うんだけどどうしたら自分にやりたいことができるんだろうってうん。 うん、悩んだ時期っていうのはすごくあったんだけど、うん、やっぱりそう思ってでも怖いんだけどやってみることによって自分で大事だなと思うのが絶対成功しようとと思って頑張るる結構失敗するじゃないで,すか、うん、でもまたそれでもう一回成功してみよう、うん、もう一回この方法はこの方だったらできるんじゃないかっていうことを。 常にただ失敗を前提でやるんじゃなくて、うん、これならきっとうまくいくって思ってやってうまくいかないことを積み重ねていくと、うん、だんだんと見えてくるんですよね。ねこれれが面面白白くて、うん、面白いよねあれみたいなだんだんこの失敗例が増えてくるので、うん、どうやったらうまくいくかっていうかああ、うまくいくやり方ってもしかしてこれかなって。 っていうの気づいてくるんですよね。はい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 、うん、はい,はい、はい、なのでやっぱり何回も僕もまあ挫折とまではいかないんですけど落ち込んで食欲もなくなっちゃったりとかまあ寝込んだりとか、うん、まあやっぱり人間関係でうまくいかなくて泣く日もあったし、うんうん、やっぱそういうのはいろいろと今までうん積み重ねましたね。うんやっぱりやりたいことこれだって思って。 やってみてで失敗して、うん、傷ついて諦めて、うん、でもやっぱりそれやりたいよって言ってもう一回チャレンジしてやってみて失敗してで傷ついてその繰り返しをやってるとちょっとずつなんかそうなんか僕はあの全然マッチョじゃないんですけど筋トレもそうじゃないですか、うん、筋トレして筋肉壊してまた回復して。 だだだだん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 こう筋力がアップするっていうのってやっぱりやらないよりやった方がいいんじゃないかなって、ね、やっぱ好きなことをするのでも嫌いなことをするんでも辛いことってあると思うんですよ、うん、好きなことやってても辛いこともあるし嫌いなこともあるんだけどもその中でどうせだったら自分のやりたいことをやってみようって僕は思ったんですね。うんはい 本当に好きなことやりたいことをやっていいんだよそれが事実で,で、まあ、そのショートトカットとかいいっぱいあるんだよね、うん、例えばもうやってる人のところに弟子入りするっていうのが僕、うん、本当に一番手っ取り早いと思うんだよ正直言って全部通ってきた人のもとにつくっていうのが最も手っ取り早いで本当にやっぱり好きで誰かのためになってないと努力が足りない あの出てこないんだよね。うん、そのただ単に好きだけだったら自分だけなんだけどで例えば陽平の場合だったら馬で誰かのためになるじゃん、ね、今日だって俺もすごい俺のためになったじゃん、うん、馬乗っててさ、うん、コンビニとかで、うん、永遠の思い出になるし子供とかがね本当に馬乗ってると、うん、本当にいい思い出になってもうその人その家族の人生の思い出になって変わってくるっていうのがあるから。うんうん もうこういうものを自分の仕事やることに入れるともうモチベーションが自然に上がり続いてるでなくなってもまたわって開いてくれるっていう、うん、そういうのはありますよねやっぱりやっぱ方法って一つじゃないし、うん、頂上も別に一つってわけではないと思うんですよね。うん、みんんななそれぞれぞのタタイイプでいろんなスタイルがあって うん、やり方があるわけでその中でやっぱ共通してるのは何かなってふと思う時にやっぱり自分に関わってくれる人には何かしら、まあ、いい思いというかなんか楽しいとか、うん、面白いとかあなんか幸せを今感じたとか、うん、そういう人が周りにいるのがベストなのかなっていうのは、うん、だんだんとこう見えてきたというか。 それが若い時は見えなかったんですね。うん、俺は俺はという。うん、俺はこうだ。俺のやりたいことはこうだっていうのもあったんだけど、うん、そこが見えてきた時に世界が変わったかなって。うん,うん、そう僕がよく言うんだけど、はい、やっぱ人生って幸せな時って明るいじゃん。うんね。仲間がいてね。幸せな時間を過ごして美しいしさ。 でもたまに人生がきつくなると暗くなっちゃうんだよね。うん、で一人だったら自分のライトがないから真っ暗なんだけどそういう時に仲間といると仲間に光がついてるから照らしてくれるんだよね。うん、で「おいおい大丈夫だよ」って言って、うん、そしてまた自分のライトが復活するっていうか自分の火がついてくるみたいな。本当にそれはは、大きい。うん、いいよね。やっっぱ一人じゃないっていうのは うん、うん、すごく大事本当にねやっぱそのクリスの部屋の動画を見ている人たちもやってみたいんだけどその一歩が踏み出せなかったりとかいろんな自分のやりたいことってあると思うんだけどそういう時にやっぱり一人で抱え込まないで、うんうん、みんなでこう相談できる人に相談するっていうのが。そそそうそう,そう、その時に、ねあの 親とかに相談しいい方がいいよ <laughs> そういうのをやってる人に相談する方がベストなそ、まあその相談すごいやっぱそうそうそう、うん、そうそうでやっぱりやったことのある人、うん、それを実現してる人に相談すれば必ず答えをくれると思うんです例えばさ富士山登るって同じことなのよ。 ね、富士山中ちゅう噂聞いててさよく見るとあんなでっかい山があるんやでって言って「ほんまやわし富士山登りたいぜ」って言って、うん、で青森とか富士山見えないところに「俺富士山登りたいんだ」って言ったら「いや何言ってんのよ、うん、富士山なんてないよ見えないやろ」っていやでもあるんだって思ってで実際に行くやん、うんね、富士山あるわけよ。ね、日本一高い山は 富士山見るとド、うん、コーンとしてんのよ <laughs> でかいやんや、うん、どう登るっちゃんってね、うん、登れねえよってで一人でそこらへんから近づかないといけないんだけど近づくと実は富士山にはルートがあるのよ富士、うん、吉田ルートとかね、うん、いろんなルートがあって、うん、1>, 1号目2号目とか、うん、でガイドもいるわけよ、うん、だからほんまに一人じゃないってねそれは。 伝えたいことなんや、うん、そうやっぱりそれを実現してる人を見つけるっていうのは大事ですよねそ,<う>、うん、そしてその人のもとに飛び込んで自分がどうなりたいかを伝えてみる、うん、そ,うそうした時に本当に僕はそれだけで来たというか、うん、その人はやっぱりいろんなことを実現してるんですよね。うん 実現しているので相談するとやっぱり親身になって聞いてくれて、うん、そして「ああじゃあ君にはこういう人脈が必要だから」って言ってこうステージを上げてくれるんですよ。そねうん、3目はこここだからこのルートなないよみたでそうやって人を紹介してもらったりとかうん、うん、あのー、お仕事を振ってもらったりとかでもうそれの繰り返しで人とのその縁だけでなんとか。うん うん、だから自分の力じゃないんですよね。やっぱ自分を好きで自分を信じるってことは必要なんだけどやっぱりそれをこう持ち上げてくれる人に出会えるかっていうのはもう運なんんですよね、うん、ごめん今ちょ,ちょっとだけショート入れたいんだけど、はい、今運の話が出たんだけど僕クリステキの理解は、はい、運っていうのは常に流れてるわけよ。うん 運っていうのはあなたの周りに常にあるわけよ。でどうやって運に乗るかっていうと自分は運に乗ってもいいんだ自分はついてても大丈夫なんだみんなついててもいいんだってで運から外れる方法は私は幸せになっちゃダメって心から思うとうん運は常にあるんだよ。あなたの周りにずっといて あなたことを待ってるんだよ、うん、最初のステップは自分らしく生きていいんだよ自分らしく生きてうまくいくっていうのを心の中から知ってもらいたいで時間はかかるかもしれないけど、ね、それは時間は本物のものじゃないと思うから今しかないから今を楽しく今を幸せにいくともうマジ本当に明日とかこの出会い来るよ、うんうん、自分以上の想像の力が今流れてるから。うん 幸せ、みんな幸せになっていいんだよ、うん、辛いことやりたくなかったらやめていいんだよ、うん、本当に僕はそれが事実だと思ってます僕もやっぱりそう感じてきました、うんね、である程度これこういう生き方言ってると事実だって分かるんだよね分かってきますねこっちが本物なんだってあこっちなんだなとだあ常識って真実じゃないんだねって、うん みんながこれやってるからって言ってもうん、うん、いやちょっと待ってよみたいな。うん、あとなんかすごい楽しいなこの世界で生きてて楽しいなと思うのが自分がこうしてみたいああしてみたいってインスピレーションをすると、うん、本当にそのようになるというか。ああそれ楽しいですよね。うん、うん、それすごいよね。例えば、うん、僕は最初やっぱりあの YouTube を見てて、うん、あの。 たたまたまいろんなのこうビジネスとかもあこういうのもあるなとかこういう考え方もあるんだなるほどって言って日々結構動画を見て勉強した時に、うん、たまたまクリスさんを見かけたんですようん、うん、そこで。で話を聞いててすごく答え合わせになったというかあ 自分のこの今やってるのとあそうあたまたまそれ今取り入れてとかあこれ今自分に足りないなとかすごく勉強になってその時にふと思ったのがあクリスさんに会いたい、うん、<laughs> すごいね <laughs> って思ったんですよで今日会えて本当に幸せです、ねはい、すごいで、ね、たまたま友達が僕のねチームメンバーと友達で合わせてくれて、はい、こうなったっていう。 本当に偶然というか、これも運が運ばれてきたというか。うん。そ、うん、やな。はい。よかったよ。本当に楽しい時間をありがとうございます。こちらこそ本当に勉強になりました。うん、ね。でみんなあのホームページに載っけちゃっていいよね。あ大丈夫大丈夫、はい、うん載っけてるんで、もしキャラメルちゃんとね、ちょっと馬に乗りたいっていう人がいたら。 なんか癒されるね、はい、本当にヒーリングパワーっていうか、うん、そうですねねえあのよ平へのね友達になりたいとかだったら全然ね気軽に連絡してみてください。 Alright you guys, well thank you so much for checking out this video Thank you for watching for such a long time I love you guys and I will talk to you soon Thank you for watching! Thank you very much Thank you, see